ナスの葉っぱが不自然に破れてます。こっちの葉っぱも。プランターの端っこに葉っぱの破片が落ちてた。虫が食べたのかと思ったけど、どうなんだろう。小さいキュウリがたくさんつきました。大きくなれよ。花も咲いてますね。活斑病にかかったゴーヤは元気になりました。花も咲いてますね。グリーンホルンという種類らしいけど、いわゆるピーマンっぽくないね。このシシトウは長細いタイプね。オクラは全然大きくならないんだけど、大丈夫かな。ミニトマトは鈴なりです。小玉スイカはつるが伸びてる最中です。以上報告でした。ここまでご視聴ありがとうございます。他の動画も時間に余裕があったら見てください。もし気に入ってくれたらチャンネル登録もお願いします。